中心柱。トウモロコシ属の茎の不正中心柱。金宝下属の根の放射中心柱。中心柱とは、イカンタバ植物の茎や根の中心付近、イカンタバ組織を含む領域のことである。内皮よりも内側の部分を指すが、内皮がない場合にはおおよそ相当する部分を境界と、する。中心柱は、イカンタバ植物を構成する組織の区分の一つとして、 中級世紀にバンティガンによって提唱された。彼は、イカンタバ植物の体は、表皮、皮層、中心柱の三組織系からなるとした。根を構成する組織系の区分としては、現在でも用いられることがある。ただし現在では、イカンタバ植物の体を構成する組織系としては、表皮系基本組織系 イカンタバ系の三区分が用いられることが多い。また茎や根においてイカンタバの配置様式のことも中心柱と呼ばれる。この意味での中心柱には様々な方が知られており、イカンタバ植物の進化を考える上で重要視されている。最も単純な方として中心に木部が一子その周囲を支部が取り囲んでいるものがあり、 原生中心柱と呼ばれる。原生中心柱は、すべてのイカンタバ植物の根とともに、日陰のカズラ類などの茎にも見られる。木部が、環状に配置している、中心柱は、環状中心柱と呼ばれ、シダ植物の茎に見られる。種子植物の茎では、木部と支部がセットとなった、イカンタバが、臨場に配置、または散在している。 このような中心柱の多様性に基づく、イカンタバ植物の系統論は、中心柱説と呼ばれる。バンティガンらは、イカンタバ植物の放肆体を構成する一次組織を、表皮、皮層、中心柱の三つの組織系に分けることを提唱した。表皮は、植物体災害層を覆う組織であり、皮層と中心柱の境界はない比であるとした。 根には普通ない火が存在するため、悲壮と中心柱の境界は明瞭であるが、茎では明瞭なない火が見られないことが多い。ない火がない場合には、おおよそそれに相当する部分を境界とする。ただし、この組織系区分は歯には適用されない。根においては、長短分裂組織からの組織形成と、表皮、悲壮、中心柱の区分は、比較的よく対応しているが、 茎では、超短分裂組織における組織形成とは対応しないことも多い。イカンタバ植物の体を構成する組織形としては、ザックスによる表皮系基本組織形、イカンタバ系の3区分が最も広く用いられているが、この区分では、中心柱は基本組織形の一部とイカンタバ系からなる。現在では、 原義のように、イカンタバ植物の基本的な組織系の一つとして、中心柱という用語を使うことは少ないが、根や茎において中心部を大まかに示すためにしばしば用いられる。また、以下のように、根や茎におけるイカンタバの配置様式を示すために中心柱という用語が用いられることが多い。中心柱におけるイカンタバの配置には大きな多様性があり、 以下のような型に類別される。1、様々な中心柱の型。A 単純原性中心柱。B、C 放射中心柱。D 板状中心柱。E 外子環状中心柱。F 両子環状中心柱。G 毛状中心柱。H 新生中心柱。I 不正中心柱。根や茎など軸の中心に木部が位置し、 その周囲に支部がある。中心柱は、原生中心柱と呼ばれる。普通な内皮で囲まれる。原生中心柱は、その配列様式に応じて、以下のような型に分けられる。2R フサモ族の代行中心柱。2ビット、金宝下族の放射中心柱。中央に4方向に突出した木部があり、突出部の間に支部が存在する。 にしーしで族の放射中心柱。多数の木部が臨場に並び、その間に小さな細胞が集合した支部が存在する。根の中央は大きな髄となっている。ディマツバ松ン族の放射中心柱。中央に正常の木部があり、支部で囲まれている。ニイヒカゲのかずら族の板状中心柱。 不規則な板状の木部の間に支部が分布している。中心柱は内皮で囲まれている。木部が環状になりその外面、または内外両面に支部が位置する。中心柱は環状中心柱。環状中心中、サイファノステル。それのステルと呼ばれる。イカンタバカンより内側の部分は髄と呼ばれる。 環状中心柱は支部の配置に基づいて以下の2型に分けられる。環状中心柱において多数の葉月ができて管が盲状になった中心柱を特に盲状中心柱という。横断面では遺タ束が臨場に並んでいる。このように分断された遺タ束の各要素は分柱と呼ばれる。 裏星砂の茎に多く見られる。また、葉ひまではない肝束の欠損部が存在する場合があり、このような毛状中心柱は、分裂毛状中心柱とも呼ばれる。3A 波を付けたの茎の横断面。灰色は、胃肝束を示す。肝状中心柱から葉跡が分離した上部に葉すきが、形成される。3ビット、わらび族の二肝毛状中心柱。 盲状中心柱が内外に間に配置しており、その間には鉱壁組織が存在する。遺憾束は木部の周囲を支部が取り囲んでいる。三シート草属の特査型外市環状中心柱。石管における遺憾束の配置は神聖中心柱に類似している。環状中心柱や盲状中心柱において木部、 支部からなる管が二重、三重に配置されたものがあり、打管中心柱と総称される。具体的には、二管管上中心柱、三管管上中心柱、二管網上中心柱、三管網上中心柱などと呼ばれる。流貧体砂や裏星砂の茎にしばしば見られ、例えばわらびの茎は二管網上中心柱を持つ。特沙類の茎の石艦では、 内側と両脇に木部を伴う支部からなる得意な、いかん束が、感情に配列しており、下記の神聖中心柱に似ている。しかし、節では、木部が発達して繋がった輪となり、外し感情中心柱の形を示す。そのため、種子植物の神聖中心柱とは異なる起源を持つと考えられており、特佐型外し感情中心柱と呼ばれる。 特沙類の中心柱には、内皮が存在する。木部と支部のセットが単位となり、これが一輪の環状に配置している。中心柱は神聖中心柱と呼ばれる。イカンタバカンより、内側は髄と呼ばれる。イカンタバ植物のうち、種子植物の多くは茎に神聖中心柱を持つ。神聖中心柱において、各イカンタバは複雑に分岐。 融合をしており、一部は歯に入るハートとなる。神聖中心柱では内皮を持たないことが多いが、地下系ではしばしば中心柱全体を取り囲む、内皮が存在する。またバイカモなどでは、それぞれの遺憾束が内皮で囲まれており、このような中心柱は特に、分裂神聖中心柱とも呼ばれる。茎に見られる、中心柱のうち、 新生中心柱を持つ植物だけが二次成長を行う。二次成長を行うものでは、各イカンタバの木部と支部の間にイカンタバ内形成層が生じ、これがそれぞれのイカンツカの間に形成されるイカンタバ間形成層でつながって一輪のイカンタバ形成層になる。イカンタバ形成層は内側に二次木部、外側に二次支部を形成して、肥大成長する。 これが続くと、本来の神聖中心柱の形態は分断し、押しつぶされ、茎の大部分は二字目部に占められた姿となる。4A 千人相族の神聖中心柱。平立遺憾束が、勘定に並んでいる。4ビット、馬の鈴草族の神聖中心柱。平立遺憾束が、勘定に並んでいる。4C2 はとこ族の茎の神聖中心柱における。 イカンタバの走行。H、S はハート。4D にはとこぞくの二次成長をしている、新生中心柱。内側に突出している部分が一時木部、その左側が付加された二次木部。木部と支部のセットが単位となり、これが不規則に散在している。中心柱は不正中心柱と呼ばれる、ズイチアイ。5A、B、C。 普通周辺部の遺タバが小さく密に配置する。不正中心柱において遺タバは複雑な走行を示し、歯に入る遺タバが茎の中を長く走行している。遺タバ植物のうち単子用類の茎に見られる。中心柱としては新生中心柱の一型として扱われることもある。不正中心柱は普通内皮を描くが、地下径では ないひが見られることがある。5A トウモロコシの不正中心柱。5ビットトウモロコシの不正中心柱。並カ遺タ束が散在している。5ースズラン族の不正中心柱。並カ遺タ束が散在しており、ないひが存在する。端子用類の不正中心柱において、遺タ束の木部と支部の間に生じた形成層は発達せず、 普通典型的な二次成長を行うことはない。ただし、イカンタバ外に特殊な形成層が生じて二次成長を行うものがいる。不正中心柱は単子オール以外にも故障化に見られることもあるが、この場合はイカンタバ内に発達した形成層が作られることがある。リニア族の形の横断面、原生中心柱を持つ、中心柱の様式は、 伝統的に、イカンタバ植物の進化、系統を考察する際に重視されている。蒸気のような中心柱の型に基づく系統論は、中心柱説と呼ばれる。リニア族など初期イカンタバ植物の絶滅群には、単純原生中心柱が見られ、これが最も祖先的な中心柱であると考えられている。原生中心柱は、 すべてのイカンタバ植物の根に見られ、また日陰のカズラ類の茎にも存在する。種子植物の根における原生中心柱では、木部と支部の間にイカンタバ形成層が生じて二次成長を行う。また化石種の中には、茎の原生中心柱でも二次成長を行うものが知られている。 ただしこのような植物において形成される二次、イカンタ束はわずかであり、またほとんどの場合二次支部は形成されない。原生中心柱の中心に髄ができることで、環状中心柱が形成される。環状中心柱は、競技の死だ植物の茎に多く見られる。原生中心柱の中には中央に髄が形成されているものがあり、 外し環状中心柱との中間型と考えられている。また、ハスきが多く形成されることで、盲状中心柱が形成される。古くは、このような盲状中心柱が、進化的に、種子植物の新生中心柱につながったと考えられたこともあるが、現在では新生中心柱は、原生中心柱から直接生じたものと、 考えられている。種子植物の祖先において、原生中心柱が放射方向に分断化することによって、新生中心柱が成立したと考えられている。種子を獲得する以前の種子植物の祖先群である、原裸子植物では、原生中心柱の分断化、新生中心柱の成立を示す化石記録が残されている。また、 新生中心柱は、成立時から二次成長と関連しており、原裸子植物は、基本的に、すべて木元性である。また、原生イカンタバ植物の中で明らかな二次成長を行う種は茎に新生中心柱を持つ。種子植物の中で、単子葉植物では、イカンタバが臨場に配列されず散在することで、不正中心柱が形成される。 このことは、単子葉植物が、イカンタバ形成層による二次成長脳を欠いている。ことやハートを多く生じることと関係していると考えられている。また、水性の非子植物の中には、新生中心柱が二次的に退化して、原生中心柱的な形になったものがある。ありがとうございます。